腹が減った。何でもよい。どこか食事どころはないだろうか。まあこのようなところにはさすがにあった。見るからに町中華というもののなりをしているが、ただならぬ気迫を感じるのはなぜだ。何者だ。拙者デカ盛り戦隊デンジャーピンク、トリプルアクセル文福達者だ。いざいざ。あれあれ、いらっしゃいませ。文福達者でございます。今日はどういたしましょうか。いっぱい悩んでくださいね。任せる任せる。ご飯の量はこちらをご覧ください。肉じなし、普通、大盛り、もっこり、ざまみろ、これでもか、ごめんなさい、致死量、エクスタシーとございますが、どういたしましょうか。もっこりでもっこりで。かしこまりました。一応育児誌の上にチンコというのがあるんですけど、どうしましょう。なんだそれは。そうはいかのすり目のまん。どうもありがとうございます。それではやってまいりますので、よろしくお願いします。以上、文福劇場始まり始まり。まずはお刺身でございます。はい、中華屋さんのお刺身でございます。カレーの煮付けでございます。一応ラーメン屋です。オクラのお花でございます。酢漬けになっております。それとかぼちゃです。和食屋さんじゃございません。はい。おちん。はい、お待ちどおさまです。ご飯もっこり盛りでございます。どうぞ。イエーイ。貴様正気か。お身をつけでございます。足んなかったら言ってください。これがもっこり。もっこりが過ぎるではないか。これよりまだ上があるのか。よもや食い切れるのか。まずは刺身からじゃな。うまいぞ。これは白飯が進みそうじゃ。なんとも頬張りがいのある飯じゃ。何から食すか迷うものよ。よく染みておる。白飯がおかず置き場と化しておる。早くも食い切れるのかこれは。煮つけか。これは見たままに落ち着くものよ。これまた味がよく出ておる。うまい。味噌汁でさえこの量とは。具材もあふれんばかりではないか。はい、お侍さん、いっぱい食べてってね。トンテキへ行くよー。はい。置いときますね。はーい。どうぞ。こやつは何をしているのだ。シューマイでーす。これでおシューマイなっちゃってー。いやいやいや、皆目わからん。なんだこれは。とにもかくにも食べるしかあるまい。このおシューマイとやらもうまいではないか。いや、うまい。うまいのだが。はい、お侍さん。豚が豚の唐揚げをお持ちしましたよ。はーい。豚でした。わあ、もうなんであろう。ナミちゃんを持ってきましたわよ。お侍さん。キリがないではないか。ハンバーグなんですけど、デミグラスソースと。和風の両方あいがけのお名前がナオミちゃんって言うんです。ナオミちゃん、はい、ご一緒にせーの、ナオミちゃん、せーの、ナオミちゃん。はーい、お侍さん、鶏の唐揚げですけどタルタルがけですよ。任せるのではなかったわ。ぬかったわ。なんだろう、アホなのかな。思わず変な口調になってしもうたわ。うまい。だがなんだこの量は。うまいの。何もかもうまい。これなんかよくわからんがうまそうだ。なんだこれは。いや、何なのだこれは。でかすぎる。うまい。何の味かわからんが肉じゃ卵じゃ何かタルタルした雰囲気のものじゃな。うまい。食い応えの化け物じゃ。全く食い切る想像がつかん。バリバリじゃ。うまい。この肉厚さ、味付け、どこまでも白米を進ませるものだな。一皿でこの物量、もはや驚かぬ。笑うしかないの。卵だらけではないか。これはまたなんと肉々しい味か。分かったことがある。これは箸を止めると終わる。お侍さん、お侍さん、こやつ余裕のない時に来よるな。遠くからありがとうございます。文福とっしゃんでーす。どうぞよろしくお願いします。滑るわよ。デカ盛り戦隊Dレンジャー、マスクケースになっております。お侍さん、マスクの時抜いた時に入れてくださいね。入れるの得意でしょう。はい、これと本日ちょっと賄賂を。誰も見てませんよね。賄賂です。そしてステッカー、お侍さん、もしよろしかったらどうぞ。そしてお侍さん、まだあるのか。まだあるのか。右たりどっちがいい？左で。左。両方上げちゃう。さあ、行くわよ。お腹すいたら帰ってきてね。お腹すいたら帰ってきてね。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一つ、プレゼントが。ちょっと待て。何なんだこの店は。ラーメン屋さんです。お侍さん、ゼリーなんだけど、食べてくれる？ちょっと、お侍さんの名前じゃないの入れちゃってごめんね。どうぞ。正気か。切らないでね。あの主、歌舞伎夜は少し箸を休めてしまったからな。ここからは本気で臨まねばな。熱い。よし。やはり切るか。まったくちゃちゃばかり入れてきよるな。食わせる気があるのかないのか、よくわからん奇想天外な主よ。まだこんなに残っているではないか。考えてはダメじゃ。無心じゃ。無心で食すのじゃ。むむむ、何やら出てきたぞ。忍びか。ざまみろ。ええ、調子が狂う。ハイジーのこれだけはわかる。あの主、拙者を飲み込もうとしておる。そこに敵も味方もなく、あるのは拙者ただ一人。天上天下唯我独尊。でかい。見止めよう。拙者の負けじゃ。お腹すいたら帰ってきてね。また待ってます。気をつけて。いってらっしゃい。自動ドア。ありがとうございます。いってらっしゃい。明日も待ってます。強靭であった。